I'm Moraka and I'm excited to announce season four of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day to the things I wish would die, like buffets, all that and much more. Listen to Mobituaries with Moraka wherever you get your podcasts. 今朝入ってていいるニュースをお伝えしていきます福島第一原発の処理水国際基準に合致来月にも放出へ生成 AI、文科省が小中高向けのガイドライン公表活用法指定校で検証へマイナ保険証2293団体で不適切な紐付け全体の4割再点検へ 令和2年の九州豪雨から昨日で3年熊本県では今も1128人が仮設住宅に子ども世帯初の1000万割れ全世帯の18.3%と過去最低更新まずは福島第一原発の処理水をめぐる動きです 福島第一原発の処理水を海洋放出する計画をめぐって来日した国際原子力機関 IAEA のグロッシ事務局長が昨日、計画が国際的な安全基準に合致しているとした包括報告書を公表しました。政府は夏頃に処理水の海洋放出を始める計画で、その前に国際的なお墨付きを得た形となっています。 IAEA、e、は日本政府の依頼を受けて2年間にわたって放出計画の安全性を検証してきました。処理水を放出しても人や環境に与える影響は無視できる程度だとした上で、海洋放出を推奨を支持するものではないとしています。 さらに、第一原発内に事務所を設置し、処理水の放出中や放出後も安全性評価を続けるということで、放出が始まった後もしっかり評価を続けるということです。 えー、IAEA、e、の包括報告書と、そして原子力規制委員会の使用前の検査、そして放出設備の完成。この3つを政府は海洋放出の前提条件としているんですけれども、設備はもうすでに完成している。そして規制委員会の検査も週内に終了証を交付する見通しで、そして今回のこの IAEA の報告書も、 これでまとまったということでもう3つの条件が今週にも揃うということになります。ただいざ放出をやるとなるととな、うん まず地元福島の漁業関係者は反対していますよね。うん、一番怖いのは風評被害ということになります。うんえー、そこでまあ請を立てている人からすると、処理水の中で育った魚を取って、そしてそれを売ってるのかということに対する周囲からのやっぱりこういろんなね、えー、声っていうのが怖いっていうこと、うん、まあ、それは当然だと思います。そこに対してどう丁寧に説明していくのか、そして漁業者に対して保証をどうしていくのかっていうと。 そしてもう1つ反対の声を上げているのが中国や韓国などの海外なんですけれども中国、韓国も放出してるからねなんなら日本の今回その放出計画によるその処理水と比べるとその濃度あのは中国なんかは5倍、6倍とも言われている韓国は2倍、3倍とも言われているそれに対してこうやってこう懸念の声を上げるっていうのはなんでだろうなというね。 気がします政府が最終的に決断するこの海洋放出の時期いつにするのかというのが今後の焦点ということになりますさて生成 AI をめぐって文部科学省は昨日対話型人工知能 ChatGPT をはじめとした生成 AI の利用に関する小中高校向けのガイドラインを公表しまして都道府県教育委員会などに通知しました 教育現場における利用の基本的な考え方として、限定的な利用から始めることが適切という見解を示しました。あと、まあ、学校の先生方は本当いろいろ授業を教えるだけじゃなくって、いろんな、あの、仕事がありますから大変ですけども、うんうん、そこでの、公務での活用も模索して、教員の働き方改革につなげるということなんですね。で、 文科省が示した生成 AI の活用法として適切なケースと不適切なケースとありまして一部紹介するとまず適切なケースは生成 AI の回答を教材としてその性質や限界などを生徒に気づかせる。うん、真偽、正しいこと、間違っていることが混ざっているまま、えー、情報を発信することもあるこの生成 AI が果たしてこれが正しいのかどうかっていうのを生徒に考えさせる。 間違いがあればそこに気づかせるということですね。あと、足りない視点を見つけて議論を深める目的で活用させるなど。これは適切なケース。不適切なケースは、例えばコンクールの作品やリポートなどで事故の成果物として提出するとか、うん、情報活用能力が不十分な段階で自由に使わせるとかね。うん、あと、詩や俳句の創作、音楽、美術の表現などで最初から安易に使わせる。うん、まあ、これはダメだっていうのはわかるよね。そうですね。うん。うん まあ、多分、僕なんかよりも多分優秀にいろんなことを作り出してくれるんだろうけどもね。<laughs> うん、お前がこんなことできるわけねえだろうってすぐ見抜かれると思うんですけども。<laughs> まあ、こういうね、適切なケース、不適切なケースっていうのを分けて、えー、これからガイドラインとして、えー、活用していくということですね。<laughs> さて、続いては、マイナ保険証なんですけども、マイナンバーカードの健康保険証、マイナ保険証で別人の情報が紐付けられた問題で、厚生労働省は、 昨日、健康保険組合など全団体を調べた結果、8.6%、293の団体で紐付けした時の本人確認が不十分だったと発表しました。ルール通りに紐付けしていたか不明という団体も29.6%、1010 10団体ありまして、全体の4割の団体で 今後点検が必要になるということです、えー、この別人の情報が紐付けられた誤登録っていうのが、えー、2021年10月から2023年5月22日で7372件判明しておりますが名前や生年月日などだけで紐付けして住所を確認していなかったことが原因とされています。 バッテン少女隊の春のキーナと葵リルワです RKB ラジオでお送りしているガールズパンチバッテン少女隊のバッテンラジオ隊はポッドキャストでもお楽しみいただけます Apple、Spotify、Amazon Music、Google Podcast などでバッテンラジオ隊と検索してフォローをお願いします